きなり、いきなり。いきなり、なんか肉くちゃくちゃだ。ブルーベリー狩り、あ、9月で終わりなんだ、残念。駐車場も入っています。先払いかな。あ、もしかして無料？我々は埼玉の台湾に来てます。わけわかんない。青天竜というところで、場所的にはこれ何市になるのかな。戸田坂戸市で、中国台湾 の道教のお宮で、中国三大仏教、仏教、道教、儒教の一教で、中国史にあれして、なんかまあ皆さん、グーグル先生に聞いてください。まあ、入りましょう。今狛犬さん見て気づきました。成田さんが気づきました。お母さん狛犬さんで子供がいて、でお又さんは何もないです。で多分お父さん狛犬さんではないかと言ってあります。オスなんですか？日が昇る。
神様は。八景の天井、一万畳のクスノキの彫刻に金箔彩色を施して釘を使って組まれた天井で、中心の八景ドームは、あ、ここかな、八景ドーム、ドームは同天の宇宙星系の八景から無大の力が出る。八景は後で、あ、八景おみくじとか言ってるんで、とりあえず、あ、でも先にお参りするのがこっちなんだって。ここでまずはお参りして、台湾みくじの引き方、社員 S がくじを引きます。なんか一礼した、あそこにまずでくじを引きましょう。はい、番号を覚えてください。番号を覚えた後どうするんですか。でもうごめん、両方インは番号を引き直しまして、でもう一度、32番で、用と用に揃えて、もう一度インと用ですね、はい、というわけで32番のおみくじを取ってきます。32番のおみくじをあそこから取ると、200円をおしゃれで32番を引くと、はい、女性は陰の方で32番のおみくじ、あ、32番ここ、はい、いっぱいある。でこれじゃあ4人まとめて、中吉、なんでさん、何でした、はい、5 小吉、秘められた、はい、大凶大凶あるんだ、大凶、じゃあ私は聞いてもらっていい、待ってくださいね。では行きます。はい、私も中吉、おお、はい、一番いいのが4人の中で中吉ですかね。ですね、今日初めて見た大凶、初めて見た、逆にレアじゃないですか、超レアじゃないですか、超レアですか、これは持って帰って持って帰ってはいけないみたいで、もみくじは今の運勢を占っており、持って帰って燃やすのは台湾、あ、持って帰って読み直すのが 風習です。縛ってもいいし持ち帰ってもいいし、おみくじの扱いはおみくじの内容が大事なので、紙は普通に処分して大丈夫です。について本の意味合いよりは書かれている言葉に対しての注意の呼びかけであります、うん、そうです。これに注意してね、注意する、欲をむさぼって身を滅ぼすことの例え、欲をむさぼる、注意すると気持ちの裏も入ったんだ、裏も、裏も入ったんだ、迷いを捨てれば成立、物事は簡単、分かりやすくするという、一人旅をして自分を探すと良いって、また旅に出なきゃいけないの、めちゃめちゃ悪いよこれ、目の病気に注意って今めちゃくちゃ気にしてるところが、メガネのレンズが大出費はかさみ、お、感謝されない、何これ、自分めちゃくちゃ、
のトイレは女性と男性の絵が分かると思います。あ、こっからのアングルかっこいい。赤いろうそく。あ、ドラが鳴りますよ。これが鳴るんだ。お土産にキーホルダーとか。あ、入荷待ちだった。なんかマグロふりかけ台湾で人気らしいんですけど、900円します。高。で、商品名わかんなかったらこのように。爪が。台湾スイーツが食べられるって期待したんですけど、自販機でした。で、これタピオカ。はい、そうです。で、これがアップルサイダーで、台湾のコーラ。で、山口さんのお土産にこれ、ビーフンで、なんかレンジで4分して食べられるし。ココナッツベースのなんたらかんたらってなんか高い見たことないんで、マーガリンのなんか混ぜてなんかペーストになってるって言ってあれです、ぬーって書いてありましたよね。ココナッツ味好きなんで買っちゃいました。え、さっきおみくじでなんかあんまり無駄遣いしないようにってなんか出てませんでしたか？いきなり無駄遣いしないか、まあ食べるから無駄ではないいや、お肉になるじゃないですか。でも珍しいものをいっぱい買っちゃったんで、ちょっと見ていいですか？いいですよ、ちょっと並びましょうかいっぱいなんか、うわー、やわらかいこれが食べられるおかゆでしたっけ？そうですね、はい、おかゆ、これタピオカでまた小豆のおかゆ、ペッパーみたいなコーラってなんか台湾コーラって書いてあったんで、これが岩崎さん、アイムさんが買われた。大凶だった私がじゃあみんなでここでちょっとお茶をしたいと思います。
出てますね。どっちかというとルートビアです。ルートビアって、ね、はい、ルートビア、あの A&W のやつ、うん、ルートビアか、あの、なんだろう、なんとかコーラ、あの北海道のなんとかコーラ、うん、北海道のスパイスだ、そうです、そうです、あれに似てます。くっさーって言ってくる、開封した瞬間に出て思わずくさーって言ったもん。私はもうほんまに大凶です。これですか？飲んでみよう。そっちです、そっちです。私はアップルサイダー。いただきます。あ、普通。怖いです。あれ？いただきます。ちょっとお口直しに。キャロットケーキ。キャロットでしたっけ？人参ケーキ焼いてきたんで、女子力高いんで。いただきます。500円でいいし、こっちだったら3円でいいし、私8泊で、何にしよう。あ、8泊で文章制しようかな、買おうかな、これ。生まれた年、性別。え、これが干支でしょ。こで、こっちはどういうこと。こっちはその、なんですかね、高島行きなんとかでいう八白なんとかとか、あの、なんですか、うん、を選ぶでしょ、はい、まずはそれを選んで、それに対応した色のやつと、あと裏面でご利益が違うらしいんですわ。裏面で刺繍があって、へえ、八角とかいろいろなんか、え、面白い。男性と女性だとやっぱまた違ったりとかもするみたいで、竜と鳳で違うみたいですね。生まれ年、これと表裏が違うだけなんで、180種類お守りが作れるんだ。すごいな。お求めの方は係員にお声掛けください。また入り口のおっちゃんに、はい、あ、自分葉っぱ、どう座り心地？やらないです。ここ先生とかにすぐに、はい、じゃあ、和崎さん、なんか、あれですね、なんか思ったほどふかふかしてない感じで、なんていうか、しっかりしてるなって感じですね、やっぱり。なんかこう幅広いのがいいわ。楽ですね、なんかこの椅子。感じなんか日本でいう。金のところも吊るしらしいですね。500円で。あ、文鎮で押さえて書いて持って行くと。よいしょ。幅がなくても見えない感じします。ああ、ここ何すごい、なんか。これかわいい。
埼玉県坂戸市の五千頭の竜が登る青天竜に、アトラス探検隊として我々4人で行ってました。感想はどうでした？いきなりなんかこの画像はいきなりその画像、これは何ですか？ハロウィン階段でいきなり現れた、はい、中国人マッサージの楊先生の息子さんの結婚式に参加した時に、はいはい、ちょうどうちの愛犬プリンちゃんが亡くなって、はい、で楊さん の, その結婚式で行った時に撮ったホテルの売店にこの子がいたんですよ。で、はい、顔がプリンそっくりで連れてかで今回の行ったところの、はいはい、あれ狛犬ちゃんに似てるなと思って今日私たち顔を出さない主義っていうかあれだったんで連れてきました。これでも狛犬かなと思って違いますよね。なんかあれ、何でしょうね、何これ、何これ尻尾がある犬狛犬だよ。狛犬でいいのこれ、狛犬と同じだよ。よく分からずに、うちのワンコのバリ島とかにこんな顔のあるようなそうですね。だからあれでなんかお墓っていうかお写真飾っているところに今までも一緒にお骨があったんですけど、お骨は全部土に返したんで、はい、今写真と一緒にこの犬って言われた狛犬ちゃんがいます、はい、あ、なるほど。だからうちに来てこの子も10年以上経ってるぐらいですね。だからところどころ埃がすごい汚くて、もう何者かがここの中に入ってる感じでどうでしたか、いきなり私がここに行きたいって言って、はい、無理やり皆さんをお連れしましたけど、すごくねまた楽しかったですね。あ、よかったです。この、ね、運転手のねなゆかさんがねよく運転してもらって、ね、はい、で、うん、それでそのお寺自体もすごくカラフルでね、綺麗だったんですが、私はおみくじを引いたら大凶が出たのでってみました。テンションが下げ下げになっちゃいました。ですね、なんかいきなり大凶って初めて見た、ね、珍しいですよね。で、なんか台湾スイーツが食べられるってホームページに書いてあったんで、はいはい、ウキウキで行ったら全部自販機だった。そうですね、自動販売機缶に入ってましたね。ですね、あれはちょっとショックでしたね。あ、ありがとうございます、はい。で、社員 S さんが買ってきた、お守りですね。こういうふうに、これがなゆたさんが買ったお守りで、疫学、何あれ、何急性疫学って言うんですか、はい、なんか、なんとか、なんだっけ、五星の方っていうか、なんかそういう基本は八白土星なんで、うん、とかそういうので、うん、この竜の絵が決まってんだ、色が決まってんだ、色が生まれで決まって、男性と女性で柄が変わるんです。女性は竜だけど、鳳です。ここが鳳でもこれ竜だよ。いや鳳です。あ、鳳か。はい、で男性が竜です。竜だね。はい、でこの柄だけが健康運とかいろんなものが選べて、はい、なんか。千何種類選べるんだっけ、確か合計だから9かけるちょっとです、結構な数になります。はい、で社員 S さんが、はい、自分は白の方で裏が